みなさんこんにちは、クレハです。推し活の動画を撮るときにはキャラ付けのために、こっち赤と黄緑の色を髪の毛に入れてみようかなって思いました。質もね、派手にねなって目立つかなと思って私にとって推し活って何ができるかなって思った時に、少しでもやっぱり推しに貢献したいなっていう思いがあって、でそれはやっぱり新規さんとかにもっともっと興味を持ってもらったりとか、初見の方にこういうおすすめしたい動画いっぱいあんねんっていうのをしたいんですけど、私はそのどちらをするのもあまり多分得意な方ではないので、じゃあ一体何ができるかなって思ったら、やっぱり今まで発売されてまだ現在でも購入が可能なグッズの紹介っていうのをするのが、私の中ではこの推しに貢献できるタイプの推し活かなと思って、今日からグッズの紹介動画をちょこちょこちょこっとね上げていきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、というわけで今日は何を紹介するかっていうとこちらです。こちらミリオンと書かれた T シャツですね。こちら黒だけではなく別のタイプもあるし、長袖とかパーカーとかもあるので、こちらのね購入に関しての情報は概要欄に載せておきたいと思います。でこちらどこで買えるかっていうと、このマイゼンが所属しているウームの公式の通販サイトみたいなの、アプリからでもいいし、サイトからでもいいんです、あるんですけど、そちらから買うことができます。でなぜこの T シャツを今おすすめしているかと言いますと、こちらですね、ミリオンって書かれてるんですよ。これ100万人到達した際に販売された T シャツなんです。でもファンの方は多分知ってると思うんですけど、前でもうすぐ200万なんですよ。200万も来るのが楽しみ、お祝いをたくさんね準備したいと私は思ってまして、まあまあ準備してるんですけどもね。で、まもなく200万なので、まあこのね、ミリオンってね、書かれたね、T シャツ着て、ね、盛り上がりたい人は盛り上がれたら素敵じゃないかなと思って、この T シャツを紹介しました。こちらの T シャツと一緒に、このトートバッグがね、販売されたんですけど、実はこのトートバッグ、いろんななんか募金につながってたり、マイゼンからのメッセージがね、ポストカードで入ってたりしてて、結構、いい感じだったんですけど、でもう一個欲しくて、昨日見てたらこれもう売り切れになってたんですよ。で本当だったらこちらの紹介とこのミリオンの T シャツの紹介を2つしたかったんですけど、今回こっちが販売されてなかったんで、まあ、一時的なのかちょっと分かんないんですけどね、この今回 T シャツだけの紹介をさせていただきます。でもさっきのねトートバッグが販売されてなかったんで、もしかしたらこちらの T シャツもデザインチェンジが入って販売されなくなる可能性があるかもしれない。本当にかもしれないで、これ私の勝手な憶測だからね、あるかもしれないけど、まあ、100万200万人にね到達にね合わせて、この100万人の T シャツでね、なんかこうオシティ的な感じで、まあオシティなんだけどね、来てねみんなでお祝いできたらね、各地でいいんじゃないかなって思ってご紹介させていただきました。私もねこれ着てね、たくさんなんかのお祝い写真ね撮ったりしたいなって思いますというわけで、これからこの推し活がメインのブログの時には、まあ、こうやって今まだ購入できるグッズ情報とかでこういうのもあるんだよっていう紹介につながったらいいなと思って活動していきますので、よろしくお願いします。で、ね、ど素人だからね、画面見ちゃうからね、カメラ目線できないんだわではでは、さらばです。またねー。